エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、プッシュ編の通算24回目、プッシュ3編だと通算2回目ですね。 MPE 対応のうまみというテーマで話をしていきます。この動画プッシュ3のコントローラー版使っての解説になります。スタンダードローン版とね、ちょっとプッシュ側の表示が違う場合もあります。ご了承ください。トピックスです。まず MPE とは何ぞやという話をします。で、音聞いてみましょう。で、ライブ側では MPE を使っての音ってのはどうなってるんだろうと、ちょっと覗いてみます。で、最後に軽くまとめます。では行きましょう。まず MPE とはという話なんですが、 MPE とはミディポリフォニックエクスプレッションの省略形になります。ミディの M とポリフォニックの P とエクスプレッションの E ですね。ポリフォニックっていうのが和音、エクスプレッションというのが表現。ミディの規格自体が決められたのがだいぶ前になりまして、よりもっと表現、豊かにできませんかという話で MPE というのが最近こうにわかにね盛り上がってる感じです。実際にどんなものかというとですね、このドミソという和音の時に、例えばソだけ動かしたい、ジだけを動かしたいっていうのが今までのミディではできなかったんですが、 MPE 対応だとできるようになりますよと。まあ、こんな感じですね。で、これをもっと曲の中の表現に使っていけるようになりましたよということになります。今日使ってる音がですね、この今のピアノの方はスピットファイアですね。アップライトピアノ、スピットファイアオーディオのピアノキーズの中のアップライトピアノを使ってます。で、もう一個ドラム入れてんですが、こちらの方はセッションドラムスクラブの中のドラムスの中の MPE キッズの中の MPE キットビッグパンチというのを使っています。で、まあどんな感じになるかというですね、まずピアノからいくと、さっきもちょっとやりましたが、こういうのができるようになりました。他にはみたいなのもできるようになってます。これも MPE の対応ですね。で、ドラムの方はというと、カウベルあたりが分かりやすいんですけど、同じパッドの中で音が変わるようになってます。これがあると、例えばハイハットのみたいな細かい表現がよりできるようになりましたと。より自分が出したい音を簡単に出せるようになるよという感じで捉えてもらえればいいかと思います。ではちょっと弾いてみて、ライブ側でどうなってるか見てみます。演奏したものをキャプチャーしたんですが、このクリップビューのノートエクスプレッション画面ですね、これを開くとこういうふうにいろんな情報が見れるようになります。今隠れてますが、ベロシティとリリースベロシティで、プレッシャーで、スライドという情報が全部書き込まれているのが分かります。まあ、全部出してるとちょっと見づらいんでこんな感じにしておきますけども、あとこのこっち側ですね、さっきスライドして音を下げた部分、これが ST というのがセントなので、半音マイナス 3.04 半音下がってますよと。で、こっちの方だと2セント半音2つ分上がってますよということになります。だからこれを設定し直せばミスが直せるみたいな感じですかね。ここだけ言ってみようかな。これで聞いてみると、こういうのも後から作れるというか、修正というかね、手直しを入れることができるようになってます。ドラムの方も似た感じですね。ちょっとやってみると、で、今キャプチャーしたんですが、このハット部分がですね、音が変わってるので分かりやすいかと思います。
ですね、クローズドとオープンと。でオープンじゃなかったなと思ったらこっちのスライド部分の方をちょっと調整してあげると、クローズドになりますよと。こうですね、こういうふうに後から手直しすることもできます。ということで今回のまとめです。今回は MP 多様のうまみというテーマで話をしました。 MP というのはミディポリフォニックエクスプレッションの略で、まあ、よりミディを楽しめる企画だと思ってもらえればいいと思います。で音は聞いてもらった通りプッシュのパッド部分を使ってなんてことができますね。これなかなか奥が深いようでまだまだ僕も楽しんでる最中なんですけど、いろいろ試してもらえればいいかと思います。今日使ったのは MP キットビッグパンチセッションドラムスクラブとスピットファイアのアップライトピアノですが、他にもエイブルトンライブで純正というかね MP に対応しているインストゥルメントが多々あるので、いろいろ探してみれば面白いかと思います。今日の話が役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。励みになります。また次回以降エイブルトンライブというかしばらくプッシュ編が続く予定ですが、チャンネル登録とかしてね楽しんでもらえればいいかなと思います。で今日の話ここまでです。良い音楽ライフを。